しですか？剤です。少し待ってください。すぐ起きますので。そうですね、医者ですから。限度はわきまえています。いろいろと検討はしてみましたが、リスクが高すぎます。エコーも CT も、検査も何も、炎症反応さえ見れていない。お腹を開いて、別の原因が見つかったらどうするんですか？こんな、何もないところで、万が一大量出血をしたら、感染症が起きたら、合併症への対処は？私は災害派遣の医師じゃない。ベテランでもない。大学病院にいたんです。知識はありますし、機材の使い方もわかります。手術室での振る舞いなら身につけています。でも資料もなしに、間に合わせの環境と道具で手術をするような、そんな訓練は受けていません。経験もありません。無理です。
私に何を求めているんです？強いリーダー、有能な医師。私が普段どんな気持ちであの椅子に座っているかわかりますか？お願いだから怪我人も病人も来ないでと、それだけを祈ってるんです。今の私には手に余ることの方が多いから。でもそんなこと言えません。笑顔で周りを安心させるのが私の務めで、周りに期待されていることだから。手探りでずっとやってきました。せめて救助が来るまでは皆さんの支えになろうと思って。でもそれももう。ごめんなさい、失望させてすみません。でも怖いんです、殺してしまうのが。藤野さんの前であの子の埋葬をするのか。それは。何を。むちゃくちゃです。
で移動するんですか？自信満々に言うんですね。もしですけど、父の病院に行くことが可能なら、そう遠くはありません。大学病院よりは近い。勝手もわかります。以前に研修を受けたので、非常設備も使えます。それに、もしかしたらですけど、父がまだ生きていて助けてくれるかも。これでよかったの？
備なんですか？生存者ではなくて。違う、正面よりは安全だと思います。左から入れます。
何？違う。あんなもの存在しない。